こんにちは、ハラペコツインズ姉のカコと妹のアコです。今日食べるのはこちら、ひな祭りということでミルフィーユちらし寿司です。ひな祭りということでというか、あれか、1日早いのか。あ、そっか、1日早いの、うん、もうすぐひな祭りっていうことで、まあ、ちらし寿司ないけど勝手にミルフィーユにしただけっていう、うん、あとここにお吸い物が、ふわ、あの、またね、三つ葉がね、悲惨なことになった。本当はこんな綺麗な色やってね、時間が経つとね、悲しい。時間が経つから、はい。いただきまーす。いただきまーす。なんか、ちらし寿司懐かしい味がする、うん、すっごい。久しぶりに食べると美味しいね。うん。ちっちゃい時よく食べとったよね。あと、桜でんぶがね、やっぱ甘いからいい活躍しとるね。うん。うん、これね、このきゅうりピーラーで剥いたんですけど、普通にピーラーで指を、あの、指の皮を剥くっていう、血が出血しても嫌だとかなってね、血を打ったり、そのもう嫌から、あの、料理の過程を写してくださいってコメントすごいいただくんですけど、そのレベルなんですよ。引きません、主婦の方引きません、ピーラーで指の皮を剥くって引きません、やばいよね、お前大丈夫かよって言われるよ。え、でも今はね、刃物が鋭利になっとるからね、うん、ありがとう、うん、切る、あれがね、切りやすくしてあるから、多分北の料理家庭をね、見るとね、イライラさせてしまうと思うのでね、ちょっとあの、控えさせていただいております。すまし汁を、すごい具沢山ならぬ具沢山、これ大好きやから、もうまた喉の腫れになった。おいしい、なんかおいしい、椎茸取れたくてかな、干し椎茸、うん、三つ葉のシャキシャキと風味もいいね。うん、昔三つ葉嫌いやったのにね、ほんと三つ葉変わるわ、ね、なんか、うん、ちょっと後味が苦いのが嫌いやったけどさ、うん、今それを欲するよね。めっちゃ可愛い。そこ？おふもに可愛さ求めとんの？おふもさんめっちゃ大好きやったよね。うん、大好きやって、なぜか言えないの。大好きや。あ、これまず。何今日本発した今、うち中絶やのったらごめん。あの、今回もこれご飯、1人8合、今回は8合で、うん、上に乗せるのがあったからね、うん、あと卵と、あとチラシ寿司、卵1人8個、うん、で、チラシ寿司はあの普通のチラシ寿司の素を使って作りました。さ、全然関係ないけど、めっちゃキュウリ美味しいね。ね、うん、めっちゃ全然関係ないのにびっくりしたよ。うん、お吸い物からでーす。コメントで、あの、双子あるあるとかをよく言ったんですけど、逆になんか私たちここが違うみたいなことありますかっていうのを、ね、いただいたんですけど、服の系統が違うよね。最初の頃はそう、髪が長かったから結構ね、同じような感じのなんか、うん、そうが分かったよね。けどショートにして、本当はショートとかそう、もう楽やし、こういう感じが好きやから、ガーリーっていうの、うん、でガーリーっていうか、女の子っぽい、女の子っぽいのが好きで、女の子っぽいっていう、なんか、うん、そんな感じで、うん、ていうか、ボーイッシュ、あ、もうそう、カジュアルみたいな、な感じが好きぐらいかな、違うのって、うん、性格もほぼ一緒、気強いっていうけど、別にそんな気強いわけじゃないし、どっちかというと別に私も気強いし、負けず嫌いなのはあるけど、アスリート気質っていうわけでもないけど、なんかやっぱ
ね、うん、やるからには負けたくないみたいな気持ちがね、うん、出てくるから、うん、それもあるし、あと私はあれかな、友人不断なのが、ああそう、服屋さんとか行って50%とかになって、うわこれめっちゃ可愛い、どうしよう買おうかな、うん、いやでもまだ安くなるかもしれないんでやめとこうって言って、ええやん買っとけばいいやん、もう安いんやでって言って、次行った時になくなってるっていう、もうものすごいショックで、それで過去にほら買っときゃよかったのにって言って、でも聞いてほしい、 50% やった時に、でも次来た時にもしかしたら 70% かもしれんって、その淡い期待がね出てくるわけ、うん、まあ、買えるなら 70% で買いたいやんか、そんなって思うと、まあね、うん、なくなっとるよね、うん、だからこれからは欲しいと思った時に買うべき、うん、そうやね、うん、何の話やったな、もう桜伝舞といえばね、さつきとメイ の、うん、このお弁当のシーンめっちゃ動きやすい、うん、3人目がね、うん、あの、ね、シーン好きすぎて、あのザクザクほうれん草来てさ、ね、焦げてる、あの、まっちゃんてやろ、見てるやろ今全然見てない、でもとりあえずもうほんと好きすぎて、あの、うん、今って多分もう DVD がさ主流やと思うんですけど、うん、昔はねこの黒いでかい ねテープみたいなので、もうそれがほんと擦り切れるまで見て、何回もダビングして見て、ほんとセリフ全部言えるぐらいね好きで、うん、もうトトロはねなんかもうほんとね、あれあのフォルムがもまず可愛いしさ、うん、てかもうジブリも好きやからね、ほとんど恐怖を吹いたら絶対猫バス通ったって叫ぶからね、この年になってもアホやからやるね、絶対猫バス通ったわって、最後の一口、ごちそうさまでした。いやもう甘いの大好きやから、桜全部大好き、お子ちゃんもな感じでも、うん、でもほんとうまいことなんかミリフィーユみたいに、うんうんうん、まあ、側面だけやけどね、うん、できたのは良かったなと思います。これなんか大きくなくてもさ、なんか透明のさカップとかでさ、うん、ちっちゃいのでもできるもんね、できたらなんか綺麗にできるんじゃないかなってちょっと思いました。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。急にセリフ変わったあれ嘘やん、違った。それでは今日もご視聴ありがとうございました。